それでもチームを勝たせたいという思いで志願して出場したイカルガと寺園、押し込む最初の得点イカルガです。ですからどれだけ中野がスリーを打てるか、宇都宮それを防ぐか。今度はイカルガ逆方向から押し込みました。レバンガが今リバウンドでリーグ最下位なんですよね。その数字を気にしておそらくフローリング選手を補強したという考えです。ここビッグマンランですよね。フォートゥ選手しっかり走ってくれていました、はい、北海道ディフェンダー陣の準備ができる前のスコアです、はい、その松下がスイッチで遠藤ですが、ジェレットのピック、2面ゲーム、ジェレットいい2面ゲームでした。混ぜる準備をしています宇都宮。遠藤、松下ついていますが、ジェレット裏に出た。これは9対0のランの最初ですね。これもそんな感じですかね。北川セカンドチャンスアタック、ここで解決したい、まあ、さっきの松下ついてました。松下もファウル一つあった。あー、葛西モータのフローリング、比江島空いた、スリーどうか、来た、最初のスリーを決めた比江島、9対0のランになっています。ミスマッチになってましたけどね、このチェイスと言われる追いかけです、はい、ストラモス、フローリングどうする、ここからアタック、アタック、フォトゥ前にいる、ニュージーランド対オーストラリア、押し込んだ、フォトゥのディフェンス、見ている中で、健闘しているジェレットとフォトゥ、それから竹内です、比江島、タフショットになったら決めてきた、ロングトゥそこに今日はこだわって、これが試合のキーポイントになると話していた小野寺ヘッドコーチなんですが、ジェレット、2本目のダンク来ました。フォトゥを呼びます。比江島スリーどうか、来た、比江島今日2本目のスリー、チームに行く宇都宮のディフェンス、イカルガとジェレット、イカルガうまいフィンガーコントロール、笠中野のスリー2発を受けてダブルチームのタイミングを変えてきました、はい、これファウルなしです。比江島フォトゥフォロー、エンドワンになった、フォトゥのフッこの後ですね、あ少し正信選手の手がかかっていたということですね。ここですね、正信あと一歩出てくれると違うんですよね、まあ、エンド選手素晴らしいドリブルプルアップでした。そこにロングがいる、そしてジェレットが入れてきたところですが、3秒2秒イカルガ外、比江島ミドル決め切った、ショットクロック、ジェレットとモーカー、ジェレット力でねじ込んできました。ブレイクが出せるか、3対4の同数ですが、一回橋本引っ掛けましたが、遠藤空いた、スリーどうでしょう、来ました、北海道タイムアウトです。9対0のランになった宇都宮。ここで北海道のディフェンス陣が捕まえきれてなかったですね、ここもワイドオープンでした、よく沈めました遠藤選手。ロング、あこれダブルチームいって、ただドワイトラム外相手、中野スリーどうか、エアボール、ブロック、そしてブロックイカルガ、4対3のアウトナンバー、中野から島谷、松下どうする、左の方へ島谷アタックか、ああとフローリング、ブロック1回、ブロックもう2回、トラベリングです。なるべきでしょうね、この後ですね、この後ですね、はい、ここで、あボードにも当たってたんですかね、同じタイミングでジャンプをしました。どこまでいけるか、ミドルショットに来た渡辺、しっかり2点を稼ぎました。第3クォーター終わります。なかなか点の入らない今度はクォーターになったんですけれども、42対38、宇都宮ブレックスがリードしています。
島谷がついていますが、渡辺7秒6秒、フォトゥのピック、フォトゥフローター、6秒、外ジェレット、なかなかスリーを打たせてもらえませんが、中まで入ってくる。遠藤とテラゾーの寺園のロングのピック、寺園アタックは、いや外振る、中野、中野早いチェックがありましたが、今度はジェレットのブロック。さあこのポゼッション北海道守りたい。遠藤に対して橋本、さあエネルギー出していってますが、ミドルショット正確。渡辺バンクショット、北海道タイムアウトです。小野寺ヘッドコーチ対抗、我慢できませんでした。スローがありましたか、ね、はい、一度前のクォーターの渡辺の3秒ですが、モータム、あー、弾く遠藤、4対3のアウトナンバーです。下側そのままいった、ジェレット今日3本目のダンクショット、よく走りました。イカルガが戻ってきています。イカルガ、北川、渡辺、そして竹内、ホトゥ、イカルガまだコントロールする、フェードアウェイ、決め切った。でドワイト・ラモスが今北側についています。北側バンクで決めてきました。ヤンジェミン、浅い、そしてヤンジェミン、中野を振りほどいてペイントまで行ったが、ホトゥ合わせる。北海道最後のタイムアウトを使います。フォローでした。この後ですね、ミドルレーン、ここしっかり破って体を当てて、まあ、群馬との第一戦でペイントの得点が20対40という。フローリング9秒8秒、寺園打てない打てない、ここでアタック来ない、リバウンドイカルが取ります。試合終了、62対53、宇都宮ブレックス勝ちました。今シーズン最後のブレックスアリーナ宇都宮での試合を白星で飾りました。宇都宮これで再び勝率が5割に戻って27勝27敗、北海道は4連敗で16勝38敗ということになりました。井口さん、どういう印象でしょうか。そうですね、北海道としては第1クォーターの4得点が、これがブレーキが痛かったですかね。ワンポゼッションまで迫るシーンもあったんですけどね。